トゥルグとオザルはトルコの政治家、首相、大統領を歴任した。1980年の軍事クーデターの後、祖国党を率いて首相に就任。政党の理合集参が激しいトルコ政局にあって、約10年間の長期政権を実現した。経済政策の専門家としてトルコ経済の自由化を推進したほか、国税である政教分離原則を緩和し、 トルコにおけるイスラームの復興現象にも影響を与えた。首相在任中の1985年にイラン・イラク戦争によるイラク軍の攻撃からイラン在住の日本人を救出するために派遣されたトルコ航空機の派遣を決断したことで知られる。1927年10月13日に東アナトリアのマラティアで誕生した。1950年に イスタンブール工科大学の電気工学科を卒業し、その後は国家水利庁、電力調査庁などで勤務し、1961年の兵役を経て国家計画庁で勤務した。1966年に国家計画庁長,長官に就任し、テクノクラートとして頭角を表した。1971年から1973年まで世界銀行に出向し、 帰国後は民間企業で勤務。1979年に成立した公政党のスユレーマン・デミレール政権では総理府長官兼国家計画庁長,長官代理としてトルコの経済運営を事実上一任された。1980年にトルコ軍部は9月12日クーデターを起こし、デミレール政権は退陣し、全政党は活動を禁止された。デミレール政権で 軍関係者と良好な関係を築いていたオザルは、軍部によって擁立されたビュレントウルス政権で、経済担当副首相に抜擢された。1983年の民政移管に際して、オザルは、クーデター前の主要を4政党から同調者を募り、5月20日に、中道右派政党祖国党を結成した。祖国党は十一月六日に実施された、総選挙で、軍の推薦する。 民族主義者民主党を破り、400議席中211議席を獲得。議会の単独過半数を制した祖国党により、ザ猿は首相に選出された。祖国党は1987年の総選挙でも単独過半数を獲得し、同年、第2次ザ猿政権が発足した。1988年には、党大会で、 暗殺未遂事件に遭うものの、1989年には、ゼラルバ・ヤル以来29年ぶりに、文民出身の大統領に選出された。オザルは、大統領在任中も、1991年まで続いた、祖国党政権に影響力を保持し続けた。1993年4月17日、在任中に、心臓発作で死去。国会は、公認の大統領に、 首相で、聖堂等所属のスユレーマンデミレルを選出した。死因については軍部による毒殺であるとの説が長らく、ささやかれてきたが、2012年に行われた解剖による検証の結果、実際に遺体から毒物が検出されたことで、毒殺説が正しかったことが判明した。地方を視察する、オザル大統領オザル政権下では、軍政時代より進められてきた経済の、 自由化政策が推進され、公共部門の民営化、貿易赤字の縮小、輸出産業の振興、外資の積極導入などの政策が実施された。IMF の経済改革プログラムに従った、こうした政策により、トルコの国民総生産は、プラス成長に転じたが、コチ、エジュザージュバシュ、チュクロバ、サバンジュなどの大財閥が恩恵を受けた一方、インフレの振興や、 貧富の格差の拡大により、成長の恩恵を受けられない層から、オザル政権の経済政策への批判が高まった。1987年にヨーロッパ共同体加盟申請を行い、湾岸戦争でアメリカに軍事協力を行うなど、伝統的に重視されてきたアメリカとヨーロッパの関係を維持した一方で、ソビエト連邦の崩壊に伴い独立した。 新興独立諸国との関係強化を積極的に言った。1985年にイラン・パキスタンと経済協力機構を結成し、1992年にはアゼルバイジャイ・カザフスタン・キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アフガニスタンの加盟を実現した。また、1992年に国会沿岸国など11カ国からなる。 国会経済協力機構の結成に主導的な役割を果たした。オザルはギリシャのコンスタンティノス・カラマンリスと共通の親友で両者の顧問を務めたビザンチン帝国と毛沢東を崇拝する著名なトルコ学者で中国学者のディミトリー・キツキスの影響を受けてギリシャとトルコの連携を推し進めた。軍事政権下で経済閣僚を務めたオザルは 軍主の人との良好な関係を維持し、軍による政治介入を巧妙に回避した。1987年には、軍の推薦する候補者を退けて、ネジプトルム隊を参謀総長に任命したほか、湾岸戦争でのアメリカとの協力に、消極的な軍部の頭越しにアメリカと交渉を行うなど、文民統制が法的に保障されていないトルコにおいて、 例外的に文民主導の政軍関係を構築することに成功した。オザル政権下ではトルコ民族とイスラームの融合をトルコ共和国のアイデンティティとして位置づけるトルコイスラーム総合論が軍部を中心に普及した。オザル自身も1970年代にトルコイスラーム総合論を支持した知識人サークルである知識人の露偏のメンバーであり同政権下では 学校教育に宗教文化の科目が追加されたほか、公立学校でのスカー付着用禁止が緩和されるなど、建国以来の国税である世俗主義の用語は大きく変容することとなった。松谷 P226、沢豪ピアニッシも127から131、荒井ピアニッシも288から291、沢豪ピアニッシも 110から 112G。マリエ・ジョリー、パウンタッピー・ボラント、メイプレスク、ガゼット、ユニベル、シテディ、オッタワ、ボリューム2、23のバンブラ1990、インアン、インタビューバイザ、イスタンブール・ジャーナル、イエニー・オクッチエル・ウェイン・プロフェッサー・アンソニー・ライオコス、ワズ・アスクドバイザ・ターキッシュ・ジャーナリスト・フロム・ウェア、カーラ・モン・ディース、トゥック・ヒズ・アイディアズ・リガーディング、エグリーク ターキッシュコラボレーション、ヒーリスパンディド、フロムキキス、ハット、ラフェリングツーアーティクルズバイキキス、アポントラベリングツーザピープルズリパブリックオブチャイナ、インアルファー、ジャニュアリー27スアンドニエース、1958、インパイラムダイオタタウヨタカッパオミクロンカッパ、ニューミューヨタカッパ、ロイプシロンウプシロンニューアルファー、ジャニュアリー14、1959& イン、 イプシロンカイニューヨタカッパローニューヨタカッパ、フェブラリー15、1959、タウイプシロン、イシュー39、ウィンター1992、アレスモレイツ、ミューニューニューイプシロンヨータカッパアルファー、タウミューカイオメガローゼータイプシロンヨータミュー、タウニューデルタ、イオタタウシグマカッパイータ、アンドインタビューウィズモレイツアンドアレクサンドリュー、ジーヤアレクサンドリュー、ラムダラムダイータニュータウ、 ウプシロンドーカッパヨタカッパミューシグマパイ、ニューデルタアルファ、パイカッパローウプシロンファイアルファーシグマカイ、デルタヨタアルファータウカッパ、ゼータラムダ、グリークフォーラム、イヤー17、イシュー9、195、オクトーバー、1990、ピアニッシモ、60から63アンドパイタウミューヨタ、ガンマローアルファーファイヨタカッパ、ラムダイプシロンクサイヨタカッパ、2004、アテネ、 メトロン、P417、ジルベルトラン、ズルキ、ディックス・アン・アプレール・アリベ・エ u ユー・プベオ・デエル、アクップ、12位、e、コング・ラス・デール、アソシエーション・フランセーズ・デ・サイエンス・パリティック、ジュライ・2013、パリ、フランス、C ・ピアニッシモ、8から11、サワ・ゴー・ピアニッシモ、115から118、サワ・ゴー・ピアニッシモ、101から105、118から119、 ありがとうございます。